スティロニキア・スタイラーニキアは、トゲモウモクに属する専門虫の一族。扁平な体に、後端の三本の指紋が特徴である。細胞は、細長い楕円型で伸縮しない。また、腹肺方向に扁平である。大きさは100から300マイクロメートルと大きめ。周口小膜域は大きくて、体の半分ほどにもなる。周辺トゲ系列は、 体の側面に沿って、前から、後ろまで並ぶが、後端には達しない。体の後端からは特に長い三本のおトゲゲが、突き出し、他に面端にも、前頭トゲゲが三本、横行トゲゲもある。背面にはあまり線毛が生えていない。なお、アミオについては、内田他では、トゲツメミズケムシが、エスミシュースに与えられている。これは月でも踏襲されているが、この書では、 この種以外の種と属祖のものにも和名が与えられていない。他の書でも和名を与えられている例は見ておらず、属祖のものへの和名はないものと思われる。湖、溜池、川、水田などに見られる。平地の地層や田んぼには広く見られる。水草、苔、落ち葉などの間によく見られ、泳ぐよりはその表面を這い回っている。その動きについては、 エースミトライズについて時折短い距離を跳躍するように動くといい、また方能を作ることが多いという。似たものはいくつかあるが、本属を見分けるポイントとしては後端に3本長いトゲゲがはっきりと突き出している点が挙げられる。オキシトリカオキシトライカは体の側面にあるトゲゲの列が体の後端まで続いている。また細胞がより柔らかく運動の際には、 左右に曲がる。ユープロテスユープロタスは全体によく似ているが、周口小膜域がより大きくて全長の半分ほどもある。また、周縁のトゲケ列を書き、太いトゲケ村のみを持つ。日本では以下のような種が知られる。以下、種として、水野、高橋編著、P324 月井、P61、市野瀬、若林監修、p 9十 一ノ瀬、若林監修、P90 月、P61。一ノ瀬、若林監修、P90、岡田ほか、P133。一ノ瀬、若林監修、P89 月、P61。水野、高橋編長、P324。ありがとうございます。